この大きな楓をさ、はい、あのカミキリムシにかなり枝やられてんな。まだいるんですか、カミキリムシ。いやいやいや、この間の一発で、あ、うん、食われてる。それも取り切りしてるところですか。んじゃないね、上の方。あ、上の方ですね、うん、今はやっぱりあのチゴみたいな感じですか。またそうじゃなくてね、はい、まあ、強くな、あんまり強くなると、はい、枝が強くなるとね、うん、あのそっち方向だけにあの枝が密集しちゃうんでさ、はい、なるべく太くなる前に一節で切ってんだけどさ、はい、一節で切ってそれで葉っぱを1枚、片方の方だけ切っていくんですか。これ片方の方は右左関係なく、うんとね、切った方の枝から大概、はい、あのなんていうの、あの芽が出るよね。はい、これね、はい、こうやって葉をいじるときはさ、はい、あのこうやって触ると乾いたような音がする。そうしたらハガリだとか、はい、あのこういう剪定だとか、はい、葉っぱを1枚にするとかね、はい、そういうのをやるんですよ。田島さんちょっと聞いていいですか。こうやって今、うん、あのこっちだけの方を切ったのは、うんうん、あのこっちにこう枝を伸ばすためなんですか。そう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 。でこの内側のところはいらないってことですか、うん、こっち、はい、こっちもいずれはこの芽が出てくんだけど、はい、これの方が早い。こっちの切った方の方が、うんうん、で後でこういうとこ、こういうところはさ、はい、後から芽つぼがなくなるわけじゃないから、はい、そっからも吹くよ、うん、なぜこの、 あの片方だけ、うん、にする戦法にしてるんですか、うん、片方だけ切るという方が、はい、あの木の力をそがないで、うん、あのこう枝を細かくすることができるじゃん、うん、あこれ両方やっちゃうと、はい、葉っぱがなくなるから木の力が弱くなる。混合性されなくなっちゃうから片方だけ、うん、で片方だけっていうのは一方的にあの左側の枝のみなんですか。そういうわけではなくて、そういうのはあんまり考えてないな。あ、うん、なるべく切ってるのは、うん、太いのを切ってるんですか、細いのを切ってるんですか。ね、方向にこっちなるべくあの枝が少ない方向の葉っぱを切ってる、はい、あそこで少ない、うん、いい方向なので、うん、そこに芽を吹かせるってことなんですね。じゃあ枝を増やすっていうことで、そうだね、うん、そういうやり方でやってるってことですかね。そうだね、はい。この楓 の今のこの葉刈りっていうんですか、うん、っていうのは何回も繰り返した方がいいんですか。そう、これから先はね、はい、じゃあ今ぐらいからやり始めてってことですか。うん、今ぐらいから、はい、本当はもっと早くやった方がいいんだけど。あ、本来何月ぐらいが一番。もうどんどん葉っぱがね、はい、こういう風に触るとね、はい、カサカサカサっていう乾いた音するの。はい、もう そういう風な音がしだしたらもうどんどんやる。うん、これ出来上がりですか、うん、大きさに関係なく同じ方法でいいんですよね。うん、うん、そう。なんか甲羅の形ですね、うん、これがほら、あの背取りでやってんでしょ。はい、あれがこういう風になる。背取りで、はい、これが枝だったわけ。はい、そこをこう背取りで取って、いや、面白い形ですね。うん、だから
あまりないような形なんだよ、はい、うん、だからやりたかった。甲羅は、甲羅武器でしたっけ、甲羅作りで昔から結構あるんですか。あまり やる人いなかったな。確かに昔の本を今見てますけど、うん、確かに背取りみたいな方法ちょっとないですね。ないよね、今のところまだ、うん、ないはずだよね、うん、だ結構最新かもしれないですね、背取りね、うん、でも俺を教わったのはもう俺が30ぐらいの時に教わったんだよ。あ、じゃあ昭和あたりのにもしかして出てるかもしれないですね。これ出てねえだろうな、やっぱりあのちょっとマニアックな人だったかな、その人。変わり者で。この枝枯れちゃった。あ、なんで枯れちゃったんですか。わかんない。カエデって結構枝枯れしやすい体質なんですかね。そんなに枝枯れしやすくない。うん、こういう風に巻くんだよ、カエデは。すごいあの勢いで巻くんだよ。ああ、本当です ね、うん、半年だよ。半年経ってね、そこまで、うん、経ってねえやな。2、3ヶ月で、うん、春にやったんだからさ。出来上がりですね。カエデも芽出しが赤いんですね、うん、この種類は何の種類なんですか。これ小葉生じゃないかな、うん、幹すごい太いですね、うん、なんか風通しよくしてるんですか。回しすぎもしてるから、うん、回しすぎのその出た芽のところさ、葉っぱ取っちゃできないかと思ってねつい取っちゃうんだよ。いい木ですね、